おはようございます。竹水君、はい、今先行できる？そうですね、先行してバック取って、残れてないです。残れてない、はい、まあ先行しに行きようか。そうですね、なるべく。ちょっと何、練習不足？そうじゃない、練習は普段通りやってるんですけど、まあ実力がないんで残れないです。軽くも持ってないから。まあ、こんな足です、ね、力がないんで。そんなことないよ、もっともっと頑張っちゃいないんだけど。まあけどね、明日はね、竹水君の後ろへ、原君と、はい、ね、それから村上君がついてくると、はい、思いますね、はい、で、これで一応竹水君はまずは先行対戦を取る。そうですね、流れの中で、先行できたらいいですね。先行できたらね、はい、先行したら流れが強いもんね。いや、強くはないんですけど。いや、強い。いやいや、一つはまくりはどうだ。まくりはあんま出ないですね。自分が好きやない。いや、そんなことないんですけど。ないけど、はい、先行の方がいいと、まあ、タイミングよくいけたら、まあ、そこそこ頑張れるかなと思うんですけど。まあ、地元のバンク野球をね、一つやっちゃろうと思って練習してきたからね。そうですね、練習ちょっと雨続きなんで、がっつりはできなかったんですけど、まあ、それなりに、はい、やってきました。まあけど、ほら、記念レースということで早く気持ちもあるけど、はい、まあ、ひょっとしたらよ、そういうように自分がちょっと抑え気味に練習したのが、えいということもあると思うよね。まあ、そう出てくれたらいいです。それからけど気持ちはね、もうコーチの記念レースやき、これはもう絶対緩めたらいかんという気持ちはあるやろ。そうですね、現状で勝ち上がっていくのは厳しいんですけど、まあ、運を味方につけて、なんとか初日突破したいです。そうだね。はい、初日も2回も突破したいね、1回もしたいから思うよね。はい、まあその今の言われたようにね、あんまり焦らずにね、はい、もう味方にして、はい、それから立ち上がっていこうという気持ちばの人がええかもな、はい、うん、この4日間がね、そのちょっと地元ということでいろんなプレッシャーもかかってくると思うけど、はい、それ跳ねのけて、はい、この4日間うんと頑張ってます。はい、ありがとうございます。先行の息のいい風味で、はい、どうもありがとう。